今日の朝見ましたー。<laughs> 私全然いなかったでしょ。<laughs> 今日世界一可愛いね。ラブー、ラブ、ラブー。フライングサーター。イェイ。何それ？なんか新しいあのあれが増えたんですか？ 何これ飛行機とガチャガチャありがとうハートもありがとうあサボってくださーい <laughs> 隅っこ暮らしあんまわかんないトカゲとかそれぐらいはわかりますトカゲトカゲトカゲとなんかエビフライみたいなのがいるみたいな <laughs> かなね今回はななん花何回でしたね私いなかったからね 見てない見てない。ねえ、会員結んでない結んでない。結んでなーい。<laughs> こんばんは。いなかったでしょ、そんなに。レッスン最初いなかったからね。振り入れの時こんばんは。うん、7時半からの予定が、ちょっと早まっただけです。こんばんは。 今回は花の貝ですね、完全に。うん、髪結んでない。髪結んでない、髪結んでないえ誰と見間違えてるんですか誰と見間違えてるんですか、それ。だ、誰誰誰花貝だよね、あれ、完全に。 デジタルコピーしないでーしないでーいや幻幻ーいやなんかないそんなんないえ皆さんに自慢していいですか私もらっちゃったんですよーもらっちゃったんですよあ皆さんブログ見てくれました花とさらの。 ラブラ,ブラブラビューめーあ、メールじゃない、ブログ。見ました見ましたかこんばんは、こんばんは。こんばんは。見ましたブログ。ブログ見たあれ <laughs> あれあ、すごい時差が、時差がすごいんだ。 あ見た見たぜひ見てくださいこれ終わったら見てねーハナも見たかなさあた月曜日です月曜日担当まあまああれですね週の初め憂鬱な月曜日の楽しみとして見てください 嘘 ?20 時からって言いましたあれー間違えましたかねーガチャガチャありがとう。ガチャガチャなのかわかんないけど、ありがとう。たるまさんありがとう。見たハラン付き合ってるんですね。結婚してます。そう。えそうてよああ、私はブログの日飛ばしたりしないですよ <laughs>。 あね、パンね、マーマレードってちょっとなんかあれですね。まあまあ苦いっていうか苦めなんですね。まあなんか皮みたいなのが入ってて。まあ、それがマーマレードだと思うんですけど。マーマレードって結局何なんですかあれ。皮のことをマーマレードって言うんですかそれともマーマレードっていう果物があるんですかあるんですかね。あ、嘘メールあれあ、ほんと ?20 時って言,言っちゃったっけ ブログ書くのは時間か,かるうーん前日に考えて、まあ、30分かかる時もあれば、まあ、すぐ思いつく時もありますねうそ <laughs> 20時って言ってたえー、ごめんなさーい <laughs> えマーマレードっていうあれですか愛は確かめることができました最近ね歯のねんかねなんかね歯の、ね、変だったんだよ 言っていいはな。はな。は最近さらにずっと嫉妬してたから、最近変だったんですよ、皆さん。はぁ。ああ、よかったよかった。よかったねー。あ、そうそう、マ、ま、マにがよく気づいてくれました。<laughs> こんばんは。あ、返信まだ来ないね。 いや、はなちゃん、もう、嫉妬しちゃうんだよ。わ <laughs> かるでしょ、みなさん。わかるでしょ。はなちゃん、嫉妬深いんだよ。<laughs> あれ、頭腐ったら戻ってる。絶対私の配信の時だけつけてますよね。ちょっと柑橘類の果実で作ったジャんみたいなのがマーマレード。ってことは、マーマレードっていう果物のわけではないと。あと、どすごい。 <laughs> そうかもね <laughs> あの私の今日のねあのー、あっ嫉妬深いの分かるあ違うよ花はサラにしか嫉妬しないよみな皆さんには嫉妬しないです私にだけですそう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 こんばんはえサータンって焼肉食べれるのえ焼肉食べれますよなんで食べれないと思われてるの <laughs> ありがとうすみっこ暮らし 元サラハナの良さに気づき始めた。<laughs> その調子、その調子。あ、こんばんはー。え、自慢していいですか。私ですね。あのー。大好きな高畑さんと。あの松本智子さんが。出演される舞台あるじゃないですか。エゴサーチの。 ステッカーをもらっちゃったんですよこれねちょっとね部屋が反射するのでまあ、裏面 <laughs> 裏面だけステッカーをもらってしまいましたー <laughs> やったーこうやってずっと見てたんですけど本当に可愛いですね。かわいいの。 <laughs> そう食べちゃダメだよ食べちゃダメだよって食べると思ってるんですかえ本ほんとほんとほんとえ違う部屋反省しちゃうからあでもあ,あのあダメですダメです部屋反省しちゃうからほんとにえそうダメだ一瞬でもデジタルコピーは怖いからねかわいいお二方ともかわいいです 私は見に行けないんですけど、皆さん、あ、全然、あの告知、告知、勝手に告知するんですけど、1月の12日から14日、まだチケットあるらしいので、皆さん私の代わりに見に行ってください見に行きたい見に行きたいよえ、12期生全員もらえたんでしょいや、違います。なんか、事務所にあって、 あったんですよステッカーがそれでそマネージャーさんに「これこれ持って帰っていいですか?」って言いましたそう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 どこにも貼りませんどこにも貼りませんこんばんはえ違います本人からねもらえたわけではないんですけどこの写ってるステッカーがもらえただけで。 私は幸せですす <laughs> んだシールで走る <laughs> あ、直接笑ったわけじゃないですよはい、違いますよただ私がそう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 もと帰っていいですかって言いましたふふふん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  嬉しい <laughs> いや私は名探偵なので名探偵なので強盗ではありませんえ本当にいいって言ってもらいましたよマネージャーさんに <laughs> 本当に嬉しいサタン高畑さん大好きです サタンって押しが強いタイプ、どういうことですか、押しが強いって。じゃあ、相撲の話ですか。サタン。うん。嬉しいんですねー。サタンもらえるものは何でももらうタイプ、はい。<laughs> え、はい。 何かもらえるならもらえますよね。スコイえっ相撲って相撲の推しの話かなと思いましたねー。違うのかな ありがとう遊びに来たよありがとう名古屋イコール相撲なんですか名古屋イコール相撲なんですかなんか相撲と言ったらあれかも両国なイメージ名古屋も相撲なんですかそうなの 今日はこれから言ってる感じないですよ推しの力士全然わからないです相撲は全然わからないですけどなんかちっちゃい頃になんかどこなんだろうあれお相撲さんの絵みたいなのがいっぱいなんか 天井らへんに飾ってあるホールみたいなとこってありますかホ,ホールなんかありますかそういうところあ,あそこに行った記憶があります何だろう名古屋場所場所っていうんですか加入する前の名古屋のイメージってどんな感じだった名古屋は名古屋名古屋っていう県なのかと思ってて。 あとは、手羽先みたいな感じかなっていうイメージでも本当に行ったことなかったから。そう。国技館な,なんかね、行ったことあるよ。そうかなそうそう、なんか。 上らへんにこうやって貼ってあるやつ未完成でうちわみせるか当たりにしていいよー <laughs> いいよ手羽先まだ食べてない食べたーい愛知県はわかりますよカニで覚えてましたカニの形って習ったね名古屋めしは味噌かつ だだけだけですあと味噌煮込みうどん今自分がな <laughs> かるわわかるわわかるわえそう愛知はカニの形って言いましたね千葉から愛知までどの県を通るかわかる <laughs> うんこう横に行くから千葉でしょ千葉通って東京行って山梨通って静岡名古屋名古屋じゃない愛知ですか ありがとう !37 七。<laughs> 水色のキャベツの T シャツ何ですかもう本当にそれ水色のキャベツの T シャツってそんなものがあるんですか合ってる神奈川って通らなくないこう横に行くんじゃないの 神奈川ってだって下にあるじゃないですか。なんでわざわざこうやって行けばいい話をこうやっていくんですかえ <laughs> その手があったかだってやっぱ合ってるよ。合ってるんじゃない中央線からみ三重…三重線三重線ルート。 中央道から東海道へ出たリニア新幹線なのそれでよさそうおおれ <laughs> 私の脳みそはリニアなのかなっていう感じですかねー37年連続配信ありがとうございます <laughs> サラヴィッピー賢いかもしれないですほんとにえ待って東京みみのぶ線すいません <laughs> え私富士山見たことありますけど登ったことはないです富士山の下のなんかお花畑みたいなところは行ったことありますけどその時はまだ自我があるかないかレベルの感じだったからお花があったなーってくらいですね富士山だなーとはならなかったかもまだ身延線ね身延線37年 <laughs> ポニテサータン何ですかポニテサータンそんなポニテサータンなんていなかったですって皆さんちゃんと気づきました私フリーレン時いないんですよ皆さんサータンどこかなーって思いましたサータンね猫より犬の方が好きですけどあのー、猫を飼うとしたらマンチ感が可愛いなって思います あのー、グレーのマンチカンかわいいショルム10周年<笑><笑>今字がありますねギリギリツインテルサラピッピが見えてるあそれは正解かもしれないですね <laughs> それはねーでしょサータンめっちゃ探してたでしょいないんですよ <laughs> いないのそう後日になって急に現れたでしょ「犬派か」ってなえ猫派って言った方が良かったですよね絶対猫の写真ですもーんでもあのおばあちゃんちで猫本当にこのこの写真つけてるじゃないですかうーんさんがこの猫にそっくりな猫おばあちゃんちが飼ってましたねめっちゃそっくり もういなくなっちゃったんですけど、そっくり可愛い,い。<laughs> え、え、モニテの日は別の日でしょう。え、モニテの日なんてないですって。<laughs> モニテの日なんてない。なんですか。イガゼ見た。ありがとう。 そろそろ外出するときはコート着てる、うん、うん。全然パーカーです。コート持ってない <laughs>。びっくりですよね。私、コートなんて持ってないんですよね。なんで休んでたのあの、学業の問題で <laughs>。学業の問題 <laughs>。学業の都合で。 お休みしてたんですけど、そう、フリーレン、フリーレンの時にね、そう、万組見たんですフリーレンの,の,の時に休んじゃって、もう大変ですよ。お団子サータはいつですか一生見れません。<laughs> おっと、偉い、ううんうう、ありがとう、ありがとう。<laughs> 12期に鈴木さんが2人えなんで鈴木さん2人いるんですかハーフツインの日はイスですかまあまあいつかハーフツインはまあいいですよハーフツインはね今気づいたまあ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 セーフセーフですねえ追試じゃない <laughs> 全然追試じゃないです 真面目なコメントでショールームはキャラあの言われると思いましたそれで言ったじゃないですか私真面目サーターの時と全然違うんですよなんかショールームとかなんか誰かと一緒に遊んでるとかそういう時はこんな感じなんですけど本当に真面目にやってる時はあんな感じですよ真面目 TPO だからね <laughs> 作ってるわけじゃないあの作ってたらこの37日もこれでいけないですよねえアウターアウターはえニ,ニットとかパーカーとかえコートを持ってないですえすごくないですか私よく考えたらコート着たことないんですけど。 サータンのそっくりさんかな <laughs> えそうだよ私きのこさんに褒められたんですよ。鈴木さんはいいこと言ってくれますねっていつもいいこと言ってくれますねって褒められたんですよ。<laughs> そうなんですよ。 うん、は真面目三つ編みできないねこの長さだとロングになったらやりましょうあそう雪あのさ田メールだっけかなんかにさ雪降ってるって動画つけてくださった方いたんですけどもう雪降ってるんですね雪びっくり いいないよマギアッパどっちが素に近いどっちも素ですよ私なんかそんなどっちが作ってるとかじゃなくてどっちも素なんですってどっちも作ってないテンションが上がるとこんな感じですし真面目だとあんな感じ <laughs> ディ t オ o <laughs> 二重人格じゃないですって二重人格じゃないよ 重心格じゃないそういう感じじゃないですそうだ真剣真剣真剣だよ <laughs> そうだねあのそうだよねどちらかというと楽しんでる時が素ですもんこっちが素ですよ頑張って集中してるからああなるだけです生 <laughs> きたことない冬になってから考えるタイプです そそもそもないですねいやない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 ネイビーのコートが似合いそう本当？本当？でもなんかこの間お洋服を見に行ったらなんか水色のコートヒラヒラのコートがあって本当可かわいくて買おうか迷って買いませんでしたね <laughs> なんか私あるあるなんですよ買い物に行って あ,あこれ欲しいってなっても結局買わないんですよねちょっと褒めて伸びるタイプですうんうんうんそう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 褒められた褒められたんですよ <laughs> イエーイもぎわっぱ 私が夢の中で戦車と曲げわっぱで戦った話をしたんですよ曲げわっぱは木のお弁当箱です竹だっけ竹のお弁当箱です編集 <laughs> に動画うん X にねつけてくださったんですよね北海道なんだ北海道って書いてましたどこだろうって思いながら見てたあと9分ですね あそうなの私が配信始めたって言ってたんですかあありがとうございます <laughs> 宣伝ありがとうございますさそり座さそり座さそり座 はどんなファッションが多いまあいっつもいっつも一緒ですよなんかリボンついてるみたいなやつですよ <laughs> なんか一時期もう本当に瞑想してて瞑想瞑想であってますかもうどんな服を着ればいいのか分かんなくなった時期があってママに言ったら「 いやーこういうのが似合うんじゃないって言われたのでそれ以来もうずっとなんかもうガーリーって感じの服着てますねそうめっちゃかわいかったの買えばよかったねー <laughs> そう結局その日に買わずにあー買えばよかったって思うんですよ後日ねそう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 ,そう,そうね買うべきだよね <laughs> ね思ったじゃあゆうべベントが戦ってんじゃなくて戦車と戦ってたんですってこんばんはサーターンメールは必ず見てるのみ見てますよ全然あのあれですよそあのまだそんなにサーターンメールを活用してくださる方が多くないので。 ね、多くないので多くないので全然見れますよね多くないから <laughs> ストリート系フフ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  と思いますね <laughs> とか言ってさ全然さいつもパーカー着てるよねサータンメールたくさんしたけど見つけましただから見つけてないって <laughs> やっぱりなんかあれじゃないですか私あの X アカウントないんですよアカウントなくて普通になんかログインとかなしで見てるんですけどそういう人には見えないアカウントとかありますか ある分かんないんですけど <laughs> ありますそういうのなんか一定の人に見えないアカウントなんじゃないですか分かんないけど全然見つかんないのあっそう <laughs> 多くないんで多くないのただ何着ても似合うふふ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  <laughs> そんなことはないです絶対嘘絶対嘘だって私えこうやってこうやって見てるとあこれも X 見たあ X 見ました X 見ました X 見ましたって感じの人がこう連なってるんですけど本当に一人だけわかんない <laughs> 本当に一人だけわかんないんですけど何に何ですか えっもうほぼ分かるこの X 投稿してくださってる方はねそうなのえ見つけました見つけましたえっほんとにいない <laughs> ほんとにいない ちょっといい、名前書いてください <laughs>。え、多分、そう。そうあの。ストリートサータンあれストリートスナップ的なね。<laughs> 私、たまに考えるんですよ。ストリートスナップ声かけられたら、なんて断ろうかなーって。答え断られないんですけど、11月からツイートしてないです。じゃ、ツイートしてください。 ハッシュタグ反映されないアカウントがあるんですかそいそんなのがあるの <laughs> まあどっちも見てるからいいですよ本赤もあのサラ赤も見てますからいいですよ <laughs> ツイートしてねー そうストリートスナップねな、なになんてことあろうかなって <laughs> サーターメールの方はツイートしてませんもう嘘ー嘘だ嘘だー <laughs> 見つけられないよーなんでなんででしょうねこんばんははいぜひお願いします そんなにツイートしてほしいのは紹介してください <laughs> してくださいはい、お願いしますこんばんはこんばんはスカート着いた時の断り方もシミュレーションしてなそれはシミュレーションしてないですけどストリートスナップはなんか難しくないですか断り方が なんか。難しいですよね。あ、ツイートしてください。はーい。<laughs> やめましたね、ごめんます、もう一回送ってください。ハッシュタグフルネームでもいい、どっちでもいいので。お願いします。見つけます。 お願いしますえ、ストリートスナップ <laughs> なんか流行ってるじゃないですか TikTok とかであのお姉さん今お時間ありますか僕ストリートスナップ撮ってるものなんですけどえ名前何ですかあっあですあああああ知ってるーのやつですよあれあれ声かけられたらどうしよう はい、話しかけられたら話して変わってないけど <laughs> 思っちゃうんですよねそう TikTok のああ投稿してください今 <laughs> 逃げて <laughs> えサータン TikTok に出たのって何の TikTok ですか何の何の引退しないでください <laughs> えええー、ストリートスナップいいですかそうこれティックトックにあげても大丈夫ですかえ、絶対やばいですよね私どうしましょうなんて断ればいいですかね有料ですから事務所とえなんかそうこ,こっちに来てから あの道聞かれたのもそうですしあのなんか事務所みたいなところのもそうですしこの間なんか美容美容室のなんかを声かけられて全部ファンの人だと思いましたあファンの方だ今度こそはファンの方だあれ違う <laughs> だから今度は多分ストリートスナップが来ると私は信じています <laughs> ねっ 多分ね多分多分全力ダッシュあえ何流れてきた何だろうねそうだよね結局ねその場でね延長あ延長あ五5分だけね <laughs> 5分だけね 事務所 NG ですあ、そあ、それがいいですよねそうしますそうしますじゃあもうあれですねどんな人に声をかけられても事務所 NG ですって言って逃げればいいんですねそういうことですね延 <laughs> 長 声かけたらちゃんと返事する人なのえっ返事しない人いますか逆に <laughs> 逆に声かけられて返事しない人はいるんですかねなるほどねうーんじゃあそうします <laughs> そうします あれフィルム割れたなどっちだろううち外前世があざらしになられるんで <laughs> あなるほどねちょっとなんか想像を超える変な人になればいいのかなそういうこと結婚してお断り <laughs> 十七歳フフ <laughs> えマスクしてイヤホンしてたらえでも歩きながらイヤホンは危ないからさしないんですよね何も流さなきゃいいのか流さずにでもボブだから見えないか結局夜ごはんもあってもあさらちゃんち行っていいですかどうぞウ結婚してお断りー <laughs> ごめんね17歳だから17歳だから「から鈴木さんですか?」って声かけられたら「いえいえ,いいえ佐々木さんです」っていう歩いてる時イヤホンしないです しないしないないんかってか最近はイヤホンあんましないかも <laughs> 本当偉いサラはまだ仲良く飲のですピン <laughs> 佐々木サラ 佐々木サラですね。イヤホン全然なくさないです。全然なくさない。あのエアポッツプロもうだって3年ぐらい使ってるんじゃないですかね。なんかよく片方ワイヤレスって片方をなくしちゃうとか聞きますけど私全然なくさないですよ。偽名も事前に考えておいた方がよくないえ佐々木サラです。 サーター見つけたら全力で石投げていいですかねえあーあれじゃんね待ってハマってどうするしたジークさんの巨人なんて言うんでしたっけ獣の巨人獣の巨人じゃん石投,げ石投げるの <laughs> 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 そうだよさすが安心安全ですシピーン ふ <laughs> そうです20歳になったら結婚しましょうえでもあれですよ18歳か結婚できますよ一応20歳でいいんですか逆にふん几帳面のサータン気候主ではないよ貴候主ではないよ貴候主は違うよ進撃のサータン <laughs> そもそもサラってあんまり物を忘れたりなくしたりしないね物を忘れるたまにまあ忘れることはありますけど結局なんか結局取りに来てどうにかなるそんな大事なものを忘れることはあんまりないかななんか前 同性でもいいですかいいですよ性別なんて関係ありませんえなんかサーちゃんとの結婚は先着ですね <laughs> まあそりゃそうですよ先,先着ですよサータン巨人巨人化巨人化したら早死にしますよ私いいんですかー サータンいつ結婚したいとかありますありません <laughs> まだ17歳なのでう <laughs> んおの心の壁を簡単に乗り越えてくるよねまあ巨人だからですかねそうですねえ先着一人ですよ当たり前に一人一 <laughs> 人ですはい こんばんは、こんばんは。こんばんは。そうこの前、いつだっけいつかわかんないんですけど、あのー、そう、駅のホームで、目の前にいた、会社員の、まあ、26歳ぐらい ?27 歳ぐらいいや、30前半ぐらいの方が、こう、イヤホンしてたんですよ。ワイヤレスイヤホン。それで、電車が来て多分撮ろうとしたんですよ。そしたら、 もうなんかこっちのた右右イヤホンが電車来てるのにコロコロコロって転がっちゃってでも私って感じで見てたんですけどギリギリ拾ってていやー絶対冷や汗せ書いただろうなーと思いました私はもうずっとって見てたんですけど <laughs> それどころじゃないですよねもう本当に焦ってて 私も焦りました前世はどんなアザラシだったの普通に水族館にいました先着です18歳最初の握手会で鍵開けして怖 <laughs> いしただけもって書 <laughs> けないよ書けない私書けない書けないよまあまあまあ一人だよ 25歳になったら結構 <laughs> 遅いかな遅いかないや5分だけあ5分過ぎてるからじゃ十15分までで15分まで昨日のみかん TV らちゃんに似た子がめっちゃ真面目なじでしただから私の真面目真面目サータンがあれですよ本当にじゃレッスンでこれだったらおかしいからね 電車のドアに集まれたことありませんない公演終わった楽しかったですか <laughs> 本当にびっくりしました本当にびっくりいや先着で なったら結婚してだから遅いじゃないですかそれもう先着ですよ赤信号渡ったことないです赤信号 <laughs> あ,あ違うあれですよだから危なかった話したじゃないですか名古屋名古屋にあ違うん名古屋に初めて来て信号がなさすぎてなんでみんな信号ないのに止まってるんだろうって誰と言ったんだっけ花,花と言ったのかな なんで信号ないのに止まってんのみたいな。本当に不思議で。あの時危なかったですね。信号がないのに、信号を守って歩くんです。他の人本当に最初、混乱しましたね。な、な鉄って何ですかな鉄 サタン今17歳です。明日朝かな朝かな多分。わかんない。夜かも。ごめんなさい。わかんない。まだわかんない <laughs>。明日自主練にまた行くので、ね。進行ないの進行がないの あ名鉄あすいません名鉄名鉄ごめんなさいなんかもうね電車全然わかんないんですよね名古いや難しいなんかあるじゃないですかエスカレーターの右左あれ大阪と関東関西と関東だと違うじゃないですか じゃあ真ん中の名古屋はどちらなんだろうと思ってちょっと人間で言うと何歳人間で言うと17歳です人間で言うとねはじ <laughs> めましてそう学んだー学んだよ信仰 <laughs> がない <laughs> <laughs> 大阪だけ違うんだなんでですか大阪だけ違うん、レッスンで踊ってる真剣なサータンかっこよかった好きになっちゃったですかサータンの夢のお話が大好きなのですが昨日は何か読みました見ましたよ <laughs> でも面白くないですよ 面白くない。怖い夢見ました。なんか、なんかね、黒子みたいな、黒子みたいな人に、が家に突然入ってきて、そう、私、おばあちゃんにいた、おばあちゃん家にいたんですよ。その夢の中で。おばあちゃん家に住んでて。急にね、 全身黒色のねあのコナンのさ犯人役みたいな人が56人入ってきておばあちゃんちの押し入れみたいなところになんか閉じ込められてで「出して出して」って言ってるのに全然出してくれなくて30分ぐらいしたら急にその人が「出してくれて押し入れから」で勝手に帰ってったんです。不思議でしょ 面白くないし、どちらかというと怖い夢を見たんですけどそう30分だけ押し入れに閉じ込められて終わりましたね終わりましたねおお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 う巨人でいうと巨人でいうとまだ1歳ですカラスでいうとうんーと54歳えっとモモンガでいうと 三歳ですね犬でいうと三歳ですね鉄道が好きなんですか鉄道好き鉄道ララビですかもう好きになってますかふふふ こんばんは。ね、スカレーター歩いちゃいけなくなったよね。全国じゃないですか。多分。電車好きですか。電車あんまわかんないですけど、多分ここは好きと言った方が喜んでもらえると思うので。好きです。<laughs> <laughs> 怖いよね分かりやすい本当え <laughs> 本当そうそうコナンの犯人役みたいなねえそうピンチだった30分ぐらいえだからオチがないんですよ普通にサタンキャベツで言うと何歳まあうん1ヶ月ぐらいかな1 <laughs> ヶ月ですねちょうど私の SK 歴ですかね いや、びっくりなんですよ。ほんとにびっくり。え、ほんとに謎だったんですよー。あ、カラスの寿命ってそんなに短いんですか <laughs> ごめんなさいね。なんか、2倍生きちゃってるカラスになっちゃって。ねえ、YouTube だったら怖いよね。ほんとに、ほんとになんか、え、私、 窒息しそうになった夢の話はしましたっけ現実でも窒息しそうになった夢。あの時くらい嫌だったね今日の夢。子供の時ってエスカレーター乗るの緊張しなかったいやーしなかったかも。てか子供の時エスカレーターに乗った記憶がないんですけどどうしましょう。どうしましょう。計算高い。うん。 私あの最終審査の帰りに何だっけトヨタトヨタ博物館みたいなところに家族で行きました面白かった車いっぱいあって電車の博物館もあるんですねサータン全然方向音痴じゃないです私料理もレシピがあれば作れるしあのどっかに行くにもあのマップがあれば行けます <laughs> <laughs> えじゃあ20分までやりますよ20分までねで待ってね閉じ込められる夢は強いストレスを抱えてるし <laughs> え全然ストレスないよどうしようこれえだってこれ私ストレス本当にないんですけどねなんでだろう実はあるのかな嫌な恥ずかしいねえ <laughs> してない？窒息しそうになった話。しますか？じゃあこの話で終わりにしましょうか <laughs>。話で終わりにしますね。あみんな優しくしてくださいじゃあ。ほぼ車好き。あセズリー。そうしますね。その夢の中ではお尻の中でどうしてももう本当に出してみたいな。 出してっていう感じでしたねじゃあしますねあのー、私小6ぐらいの時にその夢を見たんですけどその時にいとこのお姉ちゃんからジャージをもらったんですよジャージをお下がりでもらったんですでそのジャージがもうお姉ちゃんのだからいとこの結構大きめででも ジャージというものを私初めてもらったので、あの、愛用、愛着してたんですよ。愛着愛用してたんですよ。それで、ある日ね、なんか寒、寒くて、寒くて、フードをね、かぶって寝たんですよ。耳寒くて。て顔が寒かったから、フードをかぶって寝たんです。そこまでもいいじゃないですか。で、寝たら、 なんかサウナにいたんですよサウナにいてでなんかいい感じにねサウナに座ってたら急に息ができなくなって息ができなくなったんですよそれでもうやばい息できないってなってもうその温泉施設みたいなとこだったんですけどもうもうなんか服着る間もなくもう全速力で走ってやばい息ができないって ね、言い回ろうとしたんですけど息がでできなないいし声も出ないんですよだからもうそこら辺に座ってるあの何、ー、て言うんですかおばさまとかになんかこう手振りで「<laughs> 息,息ができない!」って <laughs> 言ってたのに誰も「なんだろうこの子」みたいな感じで見るんですそれで「もうもう死ぬんだ」みたいな感じになってたらパッて目が覚めてそしたら、あのー、ジャージがでかかったから フードがここら辺まで来てたんでですよここら辺までで現実で普通に <laughs> 普通にジャージが <laughs> 鼻のここまで来てたから <laughs> 息できてなかった <laughs> 息できてなくてそう息できてなくてでそう夢でも息できてなかった <laughs> っていう <laughs> そうなんですよ びっくりしちゃいましたね。そう。そうなの、ジャージで窒息しました。<laughs> はい、あ。本当に。びっくりした。そうそうそう、危なくて。ね、ほん、え。もう起きた瞬間。い、息。息できてなかった。 <laughs> そういとこのお姉ちゃんのジャージ大きすぎ問題です <laughs> ねええそうなのねえ危なかったねサウナはなぜだから暑かったんじゃないですかね寒くって夜は寒いじゃないですかやっぱり冬ってでも結局 <laughs> ね、フードをかぶって暑かったからサウナが出てきたのかな <laughs> ああね生きててよかっただからそれからあのフードはかぶって寝ないっていう <laughs> 決めました <laughs> ああそうそうそうだから皆さんあの,あのお子様がいる方絶対にフードをかぶせて寝ないでください そんなことしないと思いますけど <laughs> ジャージでね窒息しましたえ暖房つけてなかったですね <laughs> そうそう気をつけます <laughs> 気をつけますえ夢暗記しますよ私全然寝てるときに足つったことある寝てるときはないかな 起きて釣ることはありますけど寝てる時はないかな。<laughs> 生きてることが面白い <laughs> あそう役に立つでしょということで皆さんもう23分ということではい今日はここまででございます。バイバイ バイバーイ私は今日ドラマ見るので皆さんも見てくださーいツイートお待ちしてまーすバイバーイ <laughs> おやすみーメールしますねーブログ見てねーバイバーイバイバーイ